はい、どうもこんにちは。はい、令和6年2024年11月27日、午後8時40、まもなく5分ですね。今回もですね、もう殺到している悩み、トップ5には入るでしょう。これドラムがよくわからないという方ですね。これ非常に多いです。曲作ろうと思ったものの、ドラムをフレーズね、ドラムをどう入れたらいいかわからないっていう方、非常に多いんで、ちょっとそれを今日解説しようかなと思うんですけど、これもね、僕の動画見てくれてる方は結構共感してくれると思うんですけど、みんなね、考えすぎっていうのが一つです。考えすぎです。なんかドラムってしょうがないんですけどね、見た目がもうガチャガチャしてますよね。なんか数がいっぱいあるんですよね。なんかいろんなものがガチャガチャしてて、できてるというところで、その苦手意識ができるのもわかるんですが、皆さん、とにかく簡単に考えてください。そこからです。みんな難しいことから始めようとするんで、大体できないと。まずは始めると、もう誰でもできるのを作るっていうところから考えていきましょう。で、まずですね、ドラムがよくわからんっていう、書いてるんですけど、ここでですね、逆にじゃあ考え方を変えてですね、何やったらわかるかっていうのをちょっと考えてほしいんですけど、皆さん大体ですね、なんとなくわかるのがまず、キック、もしくはバスドラムですね。足元にあるやつですね、でかいやつで、あとはスネア、で、あとハイハット、はい、この3つ、はい、これだけもういったこれだけのこと考えてください。はい、マルチタスクを下げてください。皆さんありませんか？次の休日はなんか洗濯もね、たまった洗濯物全部洗って、で自炊もしようと、たまにはで見たかった映画を見ようと、で買い物もしようと、あれ買いたかったな、これ買いたかったなと。で映画も見に行きたい、で友達とも遊びたい、でちょっといろいろ溜まってた作業があるから、それも全部やりたい、で曲も作りたい、ね、でいざ休日になる、何もやらずに寝たままで終わる。これはですね、情報量が多いと、ちょっとタスクが過剰すぎるんですよね。皆さん自分をですね、ポンコツだと一回考えてみてほしいです。1日に1個のことしかできないポンコツ野郎だと、私はポンコツだと一回ちょっと考えてほしい。そしたらなんかドラム、いろんなこうキットがねバー並んでていろいろあるけど、もうバカなんでこの3つだけしかもう分かりませんという頭で一回整理してほしい。キックスね、ハイハット、これだけを一回意識して、これだけでフレーズを作るっていうことをちょっとやってみてほしいです。でぶっちゃけドラムやってる方に怒られるかもしれないですけど、もうこれ以外おまけと思ってていいです。これがリズムの肝になってきますので、一旦この3つだけのことを考える。でこれ3点って言ったりしますね。はい、じゃあこの3つでなんかフレーズ作るっていうのは分かったとしましょう。
そしたら次、リズムの概念ですね。これも皆さんですね、相変わらずちょっと複雑に考えすぎという特徴があります。大体小説ってわかりますって言ったら、みんな大体わかるって言うんですよね。1小節2小節とか。でもそれ何って言われるとちょっと難しいんですけど、僕も何って聞かれるとちょっと怪しいです。ただ、まあ、小説っていうのはもう区切りですよね。こっからここまでを1小節と考えますみたいな。そうじゃないとこうどこで区切ったらいいかわからへんっていうのがあるんで、まあ、区切りと思ってください、小説は。でその一つの小説、一つのこの箱があるとしましょう。でこれを何個にこう切って分けて考えるかっていうのを、まあ、箱と一旦考えましょう。だから一小節を、これが一個の箱、一小節と考えて、これ一小節と考えたら、これ四つに分けてます。1,2,3,41,2,3,4、これ4拍ですね。だから1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4 みたいな、まあ、感じで一小節と4拍に分けている。で8はそれを8個に分けている。 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8。 16になるともっとも1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 みたいな、この一小節を16個に分けてるっていう、こう何個に分けるかっていうのでリズムは作るんですけど、はい、ここで動画見るのやめそうになったあなた、そんなん知ってるわと、これはもっと上級者なんやからもっとテクニック教えてくれと、まあ、そう思ってしまってる方もいいでしょう。うん、残念です。非常に残念です。そもそもまあそんなん知ってるわっていう人ね、知ってるけど、まあ、この動画開いてくれてるってことは多分うまくできてないですよね、はい、これみんなね、これ概念は知ってるけどだから何っていう人めっちゃ多いです。いやそう分かってると、4つに分けて分かるんやけど、それを自分のフレーズにどう使ったらいいか分からんっていう方が多いんですけど、これは基本的に、優先順位であると。拍というのはこれ優先順位ですというふうに考えてください。はい、こっちからこっちにかけてですね、優先順位が高いと考えましょう。なので4拍っていうのが一番優先されるリズムです。優先順位が何かっていうと、何の話やと思うはずなんですけど、これはまあちょっとね、僕独自の考え方なんで、まあ、人によっては怒られるかもしれませんが、まずこの4拍から考えようっていうリズムを4拍から考えよう、もしくは4拍から、リズムを聞き取ろうと、あなたの作ろうとしている曲のリズムが4拍でできるのか4拍でできないのか、であなたの聴いてるリズム、なんか曲聴いて、あこのドラムかっこいいと思ったそのリズムが4拍で、作れるのか作れないのかっていうのから考えてほしい。そしたらドントントントン1,2,3,4 になりますよね。じゃあこのキックがなんかドン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 となってたとしましょう。そしたらあこのリズムが自分が作りたいリズムだわと思ったら、4拍で、対応できるリズムってことですよね。で多分聴いてる曲もなんかドントントントンっていうの、まあよくあると思うんですよね。最近の、まあ、K-POP とか結構これでできてる曲多いと思うんですけど、まあそこなんですよね。聴いてるもの、作ろうとしてるものっていうのがこれ何拍でできるかを この順番でこっちからこっちにもかけてどん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 当てはめて探っていってほしいんですよね。で読んで例えばここにキックがドンと入るとで、なんかここにも入るとドンとドンドンドンなった時に、あ自分が作ろうとしてるやつはキックに関しては4拍でできるんや
ってなったら、まあこの時点でもう終わりなんですけど、でその後にいやなんか違うんだよなと、違うんよな俺が作ろうとしてるやつ、これじゃあ4拍どこにはめても思ったようにならないっていう場合に初めて8を使う。そしたらこう8分割ねなるんで、今まで置けなかったところにまあリズムが置けるようになると。これちょっとややこい書き方してもんだけど、例えば8の2つ目の8分割した時の2つ目にここにリズムを置いたら、成立すると。まあ、こんなリズムあんまないと思うけど、あ、そうそう、俺が思ってたリズムは8拍刻みした時の2個目に置いたら俺が思ってるリズムになる。でここで、気づいてほしい。でこの繰り返しですね。だから4拍で置いてたところ、ドンドンってやってた時に、まあ、無理やったところに8、ちょっと言い方が良くなったな、4で無理やったところに置いて、初めて解決する場合で、これでも無理やったらその次に16分割してほしいです。ここで初めてもう一回また16分割すると、もうちょっと訳分からなくなってきたけど、んでそしたら今まで8分割でし、では置けなかったところにリズムが、まあ多分置けますよね。16 ちょっと訳分からなくなってきたけど、1234、まあここも17、まあ、こことか、はい、こんな感じでね、まあ、こんなリズムはあんまないかもしれんけどっていう感じで、この順番にやるっていうこの作業プロセスがもうめっちゃ大事です。でね、で、いやそんなん分かっとるわっていう方、まあ、多分、分かってるのになんでできないかっていうと、いやでもやっぱりこれ守ってないです順番。多分大体皆さんこの16刻みにいきなりするんですよね。一小節を16刻みにしてこうリズムをこう変えるんですよ。キックスネアとかって細かい場所で、こんなんしてたらですね、まあ、一生終わりません。当たり前ですよね。4分割の中からリズム作るか16分割の中からリズム作るかで、どっちが早終わるかって言ったら絶対4分割の選択肢がないからすぐできるんですよ。でもいきなり16分割で考えて、なんかこことこことここにキックスネハイハット入れようってやると、もうどん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 複雑になっていって、一生多分できません。なんで一回ちょっと原点に戻って4から作っていってください。で、これなんか曲聴いてそのリズム真似しようとするときも一緒です。自分が聴いてる曲が4の解釈で多分置けるとこがあるはずです。でこれいろいろコピーしていくと分かると思うんですけど、意外とこの4と8で終わっちゃうリズムっていっぱいあります。意外となんか簡単なんですよねリズム。でなんかたまにちょっとここっていう時に16が入ってくるみたいな。だから意外とこの4分割やったらほとんどリズムが真似できちゃうっていうケースが多いです。で、たまにハイハットとかスネアで、まあキックもあるけど、8分割でしか置けないところにこうリズムをドンと置いてる場合も、まああるということなんで、蓋開けてみたらですね、自分が複雑と思ってるものも意外とこの4、8で完結する場合が多いです。なので、必ずこの手順で、リズムを考えてください。で、ここ、カッコ32って書いてるけど、32なんか、触れないでください、最初は。やめてください。たまにいます。そのエディット画面、ミディのエディット画面には32分割になって、ね、持ってくる方いますけど、やめましょう。僕でもこんなことあんまりしたくないです。なるべく4、8と。でこのシンプルなところにこそまあかっこよさがあるというかなんですよね。まあ当たり前ですけど16分にした時にしか
認識できない場所にだけリズム置いていったら、まあ、聞いてもらったら分かると思うんですけど、なんか乗りにくいです。なんかおーみたいな感じになるんで、まず4、8、これに置いてくださいと。まあ当たり前ですよね。4だけ置いたら、1、2、3、4なんで、まあ、言うたら手拍子と一緒なんですね。誰でもできると。誰でもできる。2歳児ぐらいでもできる。でも意外と多いです。意外とキックだけとかスネアだけとか見ていくと、あ、4拍で真似できるんやなみたいな、まあ、そういうポイント出てくるんで、まあ、皆さんね、とにかく簡単に考えましょう。よくわからん、こうしたらまさに、まあ、ここに陥ってます。まずはキックスネアハイハットだけ、そのあとは4、8、16から考えていく、まあ、という感じですね。まあ、こんな感じでちょっと自分のリズム見直してみてくださいという感じで以上になります。ありがとうございました。